プロセニアムアーチ、プロセニアムアーチは観客席から見て舞台を額縁のように区切る構造物を言う。そのためこれによって縁取られた舞台を額縁舞台と呼ぶ。またこの構造物から派生し演技空間を規定する概念語としても用いられる。その要例でプロセニアム芝居などという場合はやや批判的ニュアンスが含まれる。 舞台作品の制作に携わる各部門において単にプロセニアムと呼ぶときはプロセニアムアーチかアーチのある舞台上の位置そのものを指す。ただし舞台音響においてプロセニアムというときはプロセニアムアーチ上圧らに取り付けられたスピーカーのことを指すことが多い。イ,イタリア、ビチェンツァのテアトロオリンピコ16世紀後期には最初期のプロセニアムアーチが見られる。 プロセニアムアーチの明確な成立を同じくイタリア、パルマのテアトルファルネーゼ、17世紀初頭とする説もある。この学部地舞台の形式はイタリア式劇場として発展し、ヨーロッパの近世から近代に次々と作られた屋内劇場ではプロセニアムアーチを備えることがスタンダードとなった。ミラノのスカラ座、パリのオペラ座などに見られるように、 馬蹄形系の平戸間と垂直に立ち上がったサジキ、プロセニアムアーチ付きの舞台、さらに舞台前のオーケストラボックスが、西欧近代の劇場構造の典型とされる。プロセニアムアーチの出現はより複雑な舞台機構を可能にした。舞台装置は、プロセニアムアーチという額縁を意識した絵画的なものになっていき、遠近法を利用した写実的な装置が生まれ、発展していった。 一方、19世紀末から20世紀初頭にかけて、プロセニアムアーチの存在を明確に否定する劇作家、演出家が現れ始めた。例えば、ベルトルトブレヒトも、その一人である。第二次世界大戦後の日本において多数作られた、公立、私立のホールは、ほとんどがプロセニアムアーチ付きの舞台を備えている。しかし、額縁舞台を前提とした演出。 影響の高参照に批判的な演劇人からは、プロセニアムアーチ付きの舞台を敬遠する動きも出てきた。そこで近年、可動式のプロセニアムアーチが考案され、仮設式の張り出し舞台と組み合わせることにより、様々な形の舞台客席空間を作り上げることが可能となった。日本国内における可動式プロセニアムアーチを持つ演劇用の劇場としては、新潟県長岡市。 リリックホールのシアターや愛知県長久手市文化の家にある森のホールなどがある。ルネサンス期の屋外型張り出し舞台では俳優が直接観客に語りかけるという形式もあった。例えばシェイクスピアが活躍していた時代、イギリスの劇場は舞台は観客のいる空間に張り出しており複数の方向から観劇できる形式のものが主流だった。 ピューリタン革命によって、イギリスルネサンス演劇は一旦中断する。そして、王政復古期に再開した際には、シェイクスピアの時代のような張り出し舞台は影を潜め、フランスやイタリアの影響を受けた、プロセニアムアーチを持つ劇場が主流になっていく。しかし、イギリスの場合、幕を下ろした際に、幕の前で俳優が演技するための張り出し部分、エプロンも設られた。 プロセニアムアーチの存在はそこで上演される演劇に多大な影響を与えた。舞台装置の面では、アーチに取り付けられる幕が大掛かりな舞台転換を容易にするなど様々な効果をもたらした。多幕者の儀曲が書かれるようになったのも、劇場に幕が登場してからだという説がある。また、アーチの裏側の左右に副舞台が設けられ、大きな舞台装置を隠すことも、 可能になった。さらにプロセニアムアーチは舞台上部に取り付けられた照明装置や上から吊り下げる舞台装置などを隠す役割も果たした。これによりそれまで簡素なものが中心だった舞台装置はよりカビなっていった。演技の面ではプロセニアムアーチに囲まれた垂直面、舞台前面は舞台と客席等をはっきりと区切る第四の壁として意識される。観客は 奥の壁と左右の壁に囲まれた舞台という閉じた空間で行われていることを透明な第四の壁を通して見ることになる。このような演技空間では俳優は観客があたかも存在しないかのように振る舞う。観客も舞台の上で行われている演劇に対し別の世界で起こっている出来事を覗き見しているものと考えて物語に没入するようになり、いちいちこれは 俳優が演じるお芝居であると意識したり、こんな出来事はあり得ないと、現実の感覚を持ち込んだりすることをやめるようになる。プロセニアムアーチの出現によって、演技の質はもちろん儀曲や演出、そして感激体験の質も大きく変わっていった。プロセニアムアーチは、舞台と観客を区切るものである。プロセニアムアーチのない舞台では、観客と俳優は、同空間に位置しており、観客は、 俳優の演劇をより身近なものとして味わうことが出る。また、舞台上の劇世界は、観客と俳優によって共有され、何らかの相互作用が生まれやすい。これに対し、プロセニアムアーチのある舞台では、観客と俳優はそれぞれ異なる空間に位置していると、言える。すべての観客は、基本的に一方から、プロセニアムアーチという額縁を通して、劇を見る。 座る位置による見栄えはそれほど変わらず、それゆえにアーチのない劇場よりもはるかに多くの観客席を作ることが可能となる。また舞台上の劇世界はプロセニアムアーチという額縁を通した絵画的、客観的なものとして提示される傾向が強まる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。